トシ君、私たち二人の力、お姉たちに見せつけてやりましょう。頼むからシオ、やりすぎないでくれよ。サトシ、どうしてサトシがここに。ケイちゃん、お姉、お願いだから黙ってあの鏡を渡してください。シオン、それってこいつがここにいることと関係があるのか。もちろんです。実はレナさんが皇帝で魔法の鏡を拾う前に、私あの鏡を見かけたんです。なんだって。それじゃあシオンがあの鏡に願い事を。願い事なんて言えるほどのことはしていません。ただ落ちている鏡を見ながら、サトシ君にもう一度会いたいなって、そう思ったんです。でもまさか本当に叶うなんて。ありがとうシオン、僕のことを忘れないでいてくれて。当たり前じゃないですか、サトシ君のことを思い出さない日なんてありませんよ。でもそうしたら、鏡の魔法の力でサトシが本当に現れちゃったんだ。その通りです。でもあんなのお願いのうちに入りません。きっとすぐに消えてしまうかも。そういうことならミオン、あの鏡はシオンたちに譲ってやろうぜ。そうだね、シオンがそこまでサトシのことを思っているのなら私も依存はないよ。そんなのダメだよ、フェアじゃないと思う。サトシ君、願い事ならみんなもあるんだろう。僕はフェアに行きたい。きちんとバトルに勝って、みんなが納得する形でこの世界に現れたいんだ。なかなか男前なこと言ってくれるじゃないか。わかった、それじゃあこっちも手加減しねえぞ。痛かったぜ。もう手加減できないからね。やるじゃない。
まん、かなり辛い。おやん、これはこれは北条さんちの息子さんじゃないですか。いつ戻ってきたんです？それはつい最近。おかしいです。そのような情報は入ってきていませんが。これまでどこにいたんです？もちろんちゃんと生きていたんですよね。妹の里子さんも随分探しておられるとリカちゃんに言っていましたね。なんでもどこかへ出かけてしまわれたとか。何なんですかあなたたちは。サトシ君がここにいたっていいじゃないですか。そう熱くならないでくださいよ。不審なところが多いからいろいろ質問しているんです。それともサトシさん、あなた何か秘密でもあるんですか？サトシ君をこれ以上困らせないでください。これ以上しつこくしたら私が黙っていませんよ。面白い。それじゃとことん職質するためにまずはあなたを黙らせますか。シオンに手を出すな。お熱いですな。それじゃあ二人まとめて片付けますよ。これで本気ですか？これちょっとよく倒せるのか。それあいたたって、容赦がない。倒せるのかな。それでは本気ですか？まいったな、やられたら大変。そいつは通らないな。これくらい これそれは通りません。無駄ですよ。このくらいはハンドがないんだ。それで本気ですか？あいたたた、倒せる。まいったな、やられたら。この子に手を入れるのかな。これが Yeah.
どうしてサトシ君困った顔しているんですか？もしかしたら魔法を使ってここに現れるのは良くないことなんじゃないのかなって。いいんですよ、小さいことは気にしないで大丈夫。私はサトシ君さえいればそれでいいんだから。さあ次のバトルに行きましょう。あら、シオンちゃんの隣にいるのは木南沢から消えたはずのサトシ君かしら。おお、不思議なこともあるもんだね。高野さん、これは一体どういうことだろう。決まっているじゃない、この子たちあの鏡を使ったのよ。魔法の鏡を使えばいないはずの人間もいることにできるものね。やっぱり僕はいないはずの人間なんだよね。サトシ君、しっかりしてください。そうです、サトシ君がずっとここにいるためにはもっともっと鏡の力が必要なんです。協力してください。そんなこと私に頼んでも無駄よ。あの鏡の力を借りたいのは私も同じ。あなたたちを倒してでも私は鏡の力を手に入れたいの。事情を話しても聞いてもらえないのなら仕方ないですね。力ずくで鏡のことを諦めてもらうしかありません。こっちは最初からそのつもりよ。諦めてもらうのはあなたたちの方だけどね。頑張ります。いただきよ。じゃあ平気です。じゃあまだ大丈夫か。なのかな。行きます。楽しみだな。行きます。それこんなの怖いですよ。次に大丈夫さ。楽しいね。このくらいならまだいける。どうお返ししてあげようかしら。なんでこんな
手加減できないからね。もう手加減できないからね。このくらいくらいならまだそれで倒せるの。僕の肉体は鉄壁。倒せるの。こんなの勝てないよ。ざっとこんなもんですよ。この調子でどんどん行きましょう、サトシ君。シオンと一緒にいれば。何があっても大丈夫な気がしてきたよ。シオン、やっと見つけたよ。どこで油を売ってたんだい。母さん、あんたに話があってずっと探していたんだよ。はい、こんにちは、おばさん。サトシ君、あんた帰ってきて早々シオンとこっそり相引きなんかしてどういうことなんだ。姉さん、もしかするとこの二人駆け落ちする気かもしれませんよ。なんだって、どうしてまたそんな。でも辻褄は合うね。他の町で落ち着いたサトシ君がシオンを呼び寄せに帰ってきた。母さん、私とサトシ君はそんなつもりなんか全然ないですよ。そうですよ、僕は他の町で落ち着いてなんかいませんし。二人で否定するところがますます怪しいね。でも園崎家の大事な娘に駆け落ちなんかさせるもんか。葛西、何があっても絶対に引き止めるよ。承知しております。シオンさん、サトシさん、覚悟してください。どうしてこんなことに。こうなったらやるしかありませんよ。
と葛西は強かった。でも勝ってよかったよね。本当に僕たち駆け落ちしちゃおうか。サトシ君。ああ、ちょっと兄ちゃん、すまんね。実はこの子のうちを探しとるんよ、クッド。迷子なんです。はあ。なんで兄ちゃんがここに？いや、その話は後で聞くとして。ちょいと、迷子のうち探しに付き合わされとうてな。力貸してくれんね。力を貸すってどうやって？この子をうちに返してやるには、あんたらの持ってるって願いを叶える鏡があればうまくできそうに思うてな。どうして魔法の鏡のことを知ってるんです？いや、ちょっと小耳に挟んだだけです。鏡さえありゃこの子はうちに帰れない。まさかそれで兄ちゃんが帰ってきたんか？だったら確実じゃねえ。その鏡俺らにも貸してくれんね。悪いけど、あの鏡を渡すわけにはいきませんよ。あれはサトシ君のために使うんですから。でもシオ、迷子を助けるためならちょっとくらいいいんじゃない？何言っちゃってるんですか、サトシ君。あの鏡はサトシ君のために使うんです。それとも私と離れ離れになってもいいんですか？もったいぶらんでもよかねえ。だったら力ずくでももらい受けてやらんねえ。お好みさん、私も頑張るよ。なかなかどうしてるのかな。無駄ですよ。このくらいの無駄と用心したいところです。
トシ君、もうすぐサトシ君とずっと一緒にいられる。そうだね、そうしたらシオンとずっと。サトシ君、シオン、やだ、私たちなんかまるで両思いの熱々バカップルみたいじゃないですか。なんだか照れるね。仲睦まじく勝ち進んでいるところを悪いんだけど、そろそろ夢も終わりにする時間だよ。運命をねじ曲げることはいけないことなのですよ、ハオ。運命なんて関係ないでしょ。それを言うなら、私とサトシ君はずっと一緒にいる運命なんです。でもいないはずの人間がいること自体、運命に逆らっていることになるんじゃないかな。関係ないですよね、サトシ君。シオンの言う通りだよ。僕とシオンは一緒にいる運命なんだ。パワーを、すっかり熱々になってるみたいなのです。あったまにきた。私なんて未だ片思いの男の子にまともに口を聞くことすらできないのに、こういうシーン見せつけてくるってある意味で嫌がらせなの。怒るのです、夏美。嫉妬の力は愛の力にも勝るのですよ。あう。ついに優勝したんだね。これであの鏡は私たちのもの。サトシ君はずっとこの雛見沢にいられるんですね。本当にいいのかな。いいに決まってるじゃないですか。サトシ君とずっと一緒です。
サトシ君、いよいよ夢が叶う時が来ましたよ。緊張しちゃいますね。本当に心の底から願っていた夢が叶う瞬間って、こんなに緊張するもんなんですね。もう、深呼吸でもして気持ちを落ち着けなくちゃ。これでよし。それじゃあ、行きますよ、サトシ君。サトシ君、どうしたんです？さっきから困ったような顔をして。やっぱり、ダメじゃないのかな。こういうことって。え？運命を魔法の力でねじ曲げるなんて、いけないことじゃないのかな。今さら何言っちゃってるんですか？その話はもう終わったことに。ダメだと思うんだ。僕が雛見沢から消えたのは、運命だから。だとすると、それをねじ曲げたら、もっとおかしなことが起こりそうな気がするんだよ。サトシ君。シオン。短い間だったけど、一緒にいられて、楽しかった。ありがとう、シオン。そんなの、そんなの、ないですよ。鏡は、これ以上人の欲望を刺激したり、混乱させたりしないよう、僕たちの手で責任を持って割ろう。サトシ君。サトシ君は、それでいいんですか？シオン。運命なら、きっとまた、必ず会えるよ。さよなら、サトシ君。必ず、また会おうね。